春と日本語ポッドキャスト157、初心者 beginners 元気ワンレベル、幸せ happiness。 どうも皆さんこんにちは、日本語教師の春です。元気ですか？今日も楽しく日本語をたくさん聞いて勉強しましょう。今日のトピックは幸せについてです。私は幸せについて高校生ぐらいの時から考えています。皆さんはどんな時に幸せを感じますか？何をしている時が幸せですか？例えば、彼女や家族、大切な人と一緒にいる時に幸せを感じるかもしれません。友達と遊んでいる時が幸せかもしれません。美味しいものを食べている時が幸せかもしれません。もちろん人によります。あとその時によっても違いますよね。高校の時は友達といるだけで幸せでした。彼女がいた時は彼女と楽しい時間を過ごしている時が幸せでした。旅行を始めた時は自由を感じている時が幸せでした。今は仲がいい友達と遊んだり、運動したり、踊ったりしている時が幸せです。将来はダンスが好きじゃなくなるかもしれませんよね。わかりません。でも私は今、幸せになる絶対に大切なものがわかりました。まず自由です。自由は私にとってとても大切です。自由を感じれるときはいつも幸せに感じることができます。だから自由な時間を大切にしたいですね。好きなことを好きな時にできるのが一番いいですよね。明日旅行に行きたかったら明日行きたいです。はい。はい。次に人ですね。私は人が大好きです。大切な人をたくさん作りたいです。ポジティブで楽しい友達と一緒にいると、私ももっとハッピーになります。あと家族もそうですね。もちろん家族はとても大切です。家族が幸せだと私も幸せです。だから最近はよく家族と電話をしますね。あとは大切なのはお金です。はい、ちょっと現実的ですね。でもお金は大切だと思います。お金は自由になるために必要だからです。旅行に行くのも、レストランに行くのも、車を買うのも全部お金が必要です。生活するのもお金が必要ですね。毎週家賃を払わなければいけません。お金がなかったらいつもこのことを心配しなければいけませんよね。
私はこのお金の心配が好きじゃないです。これは大きいストレスだと思います。はい。まあ、最後に大切なのはマインドセットですね。考え方。良くないことが起きたときに、頭の中でどう考えるかが大切です。これは時々難しいですが、まあ、毎日これを練習しています。マインドセットが幸せだったら、どんな状況でも幸せですよね。はい、だからこれが一番大切かもしれません。皆さんはどう思いますか? Words and phrases used in this episode. 自由 freedom 感じる to feel 現実的 realistic 家賃 rent 心配する to worry 状況 situation 気になるto be curious 考え idea はい、今日は幸せについて話しました。どうでしたか？これは私の考えです、皆さんの幸せについての考えもとても気になりますね。よかったら YouTube のコメントで教えてください。Thank you so much for listening. Be sure to hit the subscribe button for more Japanese podcasts for beginners. Transcript is available on my Patreon page. The link is in the description. Thank you very much for your support. では、今日もありがとうございました。また次のエピソードで会いましょう。じゃあね。バイバイ。Reimagine your life by becoming an RN at Duke Health, a recognized health system in North Carolina's area known as the Triangle. Home to award-winning restaurants, beautiful scenic spaces, and an eclectic art and music scene, you'll have plenty to enjoy in the area and cities beyond. What's more, you'll have a career filled with purpose and opportunity, matched by benefits that best support your wellness, family, and future, offering sign-on bonuses and relocation. Apply today at DukeNursing.org.